みんな聞いてくれ。みんなここに3000円札が100枚あるわ。3000円札が100枚、つまり30万円。30万円だ。この30万円で300スローまたやるぞ。前回の300スローの動画みんな見たか。最後の最後に突破して60万投資からの17万負けだったっけ。忘れちまったよ、何万負けか。まだ見てない方、その動画見てくれな。概要欄に貼っとくわ。その日、なんとか命を繋いだんだ。その命、このままレートを下げたら、ただのもうどん底まで追いやられた人生になっちまう。だからこそ、俺はまた行くよ、300スロー。300スローだぞ。普通に考えたら15倍レートだぞ。日本の15倍レートだぞ。300スロー。1000枚で30万円。俺それ行くからな。俺は日本に帰ったら、何をしてるかわからん。何をしてるかもわからんし、何かをできる気力と財産があるかもわからん。まあないだろうな。まあそうなったらそうなったで、これからの人生そっちの方向に流れたんだなって思いながら生きていくしかないよ。しょうがない。会社を辞めてこういう道に進んだ以上、行けるとこまで行かないと悔いが残った人生になったら終わりだからな。もうベトナムいつ来れるかもわからないし、もう二度とベトナムに来れないかもしれない。そういう可能性がある。記憶っていうのが一番金じゃねえ。この世で一番大事なのは記憶だ。お前らの記憶、みんなの記憶、視聴者の記憶に少しでも残ったのであれば、いつか視聴者が助けてくれるかもしれんからな。行くしかねえ、行くしかねえ。やれる日はもう今日しかねえ。行くぞ。男の道勝負や。全部散るかもしれんけど、散ったら散った時、村でもやるわ。日本に帰って、村はタダだからな。行くぞ。No forest. Yes. これが30万だぞ。これが30万だぞ。俺の大学院時代の初任給よりも高え。でもこの30万は投資、失うわけじゃない。戻ってくるから大丈夫。夢と希望を乗せたこの金メダル、いいぞ。生きて帰れるか本当にわからん。行くぞ行くぞ。ここから始めましょう。レーク持ってこい。100乗るなよ。100は乗っちゃいけない。カオス、やばい。はい、おしまい。また後でね。いや、これやばいんだよな。これで鬼かかってます。当たったらやばいんだよな。これ当たっちゃまずいんだよな。外れろよ。頼む、外れてくれ。黄色スタート。当たっちまった。当たるのであれば最低でもアイコン1個は取らないといけないぞ。アイコン1個取れよ。あと5ポイント。5ポイントあれば白アイコン取れるからな。5ポイント。よし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 。
239回転ってことは239枚 ほどしか使っていない。つまり72,000円、78万の白毛突破して800枚、1000枚出せば30万返ってくる。突破した時点で20何万30万プラスまで持っていける。頼むぞ。突破したら奇跡を及ばす。それがバチスロだ。ゲッキャーさあ、チャレンジ。でもお手伝いします。モード B 481回転、まず多分500枚近く、600枚ぐらいしか使ってない。600枚いくらだ。18万か。600枚300円スロット18万。突破すればそれでも B 点強益なのであれば800枚返ってくるから、それでプラス18万投資してても1回の白毛突破すればそれでプラス。いくぞ。これ突破しなかったら追加投資あるから。いっそ人生変えるにはもうこいつしかねえ。いっそ撃破率アップチャレンジ。レムにお手伝いします。 M はスバル君を丸ごと信じていますから。続きだ。
K の決断を信じよう。70%やる男っつうのはな、本当にやるんだ。みんな16万人本当にここまでついてきてありがとうな。まだ戦うからな、ありがとうな。2400円だからな。1回転乗れば2400円、これ1個で 20ゲームだからな。2400円の20倍、これ1回揃えば48000円。そうや、これ揃ったら48000円だぞ。強 AT、 強 AT で分岐で飛騨に選ばれた場合、鬼連打の可能性がグーッと上がる。中華鬼連打、中華鬼連打。ここでもう鬼連打を引いたということは 100ゲーム振り切らないともったいない。乗せられるだけ乗せないともったいない。故障に甘えてたらダメっていうわけだ。いくぞ。こっからが保証分じゃない、実力分。30回で7万2000円返ってきた。
レイアーク、ここのレイアーク、ここのレイアークめっちゃ重要だぞ。現状何枚のプラスだ。100枚ぐらいのプラスじゃないわけだよな。100枚ってことは3枚、3万のプラスで帰れるわけがないよな。行くよ。関係ねえよ、カードなんて関係ねえ。カツリナシの赤い子出てきたんだけど、マジか、みんな俺採用中も勝てるかもしれん。チャンネル登録高評価よろしくな。みんなやったったぞ。神は俺に英雄になるチャンスを与えてくれた。ありがとな、神よ。撃破率アップチャレンジ。レムにお手伝いします君は。丸ごと信じていますから大丈夫か、お前71発って大丈夫か。お前これ落としたらマジで消えるからな。頼むぞ、マジ。攻略戦突入。もう一回花火見せてくれ。もう一回花火見せてくれ。なんてデカさだ。怖いですか。決まる。
サッチューマー、今日はサッチューマー客さん。メダルがね、現状プラスだったとして何枚のプラスだ、400枚ぐらいのプラス、300枚ぐらいのプラスか。300枚のプラスってまだ10万円にしかなってないんだよな。10万円勝ちで帰れないよ。今までいくらどんだけ負けてると思ってんだよ、クソバカ。おしまい。マジかよ、お前激アイコン2個だぞ。はぁ、直撃、これ1じゃねえな、これ1じゃなくて2、4、6のどれかだ。でも挙動的に6はない。2、3、4、5のどれかだろ。直撃、マジでそんなことあるか。やったったら勝ち抜けじゃ。え、撃破アイコン2個持ってるのに20にならないの、こういう直撃って。撃破アイコン2個持ってたのに。まあ高設定だったら弱 AT 直撃で出てくるじゃないですか。これ強 AT だから設定2か、2の引き強かな。明らか引き強だぞ。見ててくださいね。
何枚あるんだ。枚数的には3300枚、400枚ぐらいあるだろうな。3300枚、3400枚、単純計算で100万。換金率もあるけど90万は返ってくるか。投資が30万だから現在プラス60万。60万だぞみんな。今俺60万のプラスだ。やったったぞ、やったった。でもな、みんな聞いてくれ、俺続行するわ、続行する。100万勝ち目指そう。あの台は多分1ではない。俺がリゼロを3年間打ってきて分かるのは、あの直撃からの競泳 T は設定1ではなかなかありえない。見たことない。設定2、3、4、5か6だったら直撃も来てるから、5、6はないだろ。2か3か4、2の可能性は高いけど、勝負するには持ってこいだろ。1か8か引きで勝てるのが2だ。だから俺続行するわ。この勝ち分は半分になるかもしれん。それでも30万勝ちだ。30万勝ちか100万勝ちか目指すのはもう今日しかねえ。行くぞ、最後まで見ていけ。どうなるか分からんからな。負けたら笑ってくるな。でも30万勝ちだからな、俺はええことになるよ。行くぞ。もう一回その映画を俺に見せてくれな、エミリア。
いって、お前らマジで100万稼げるかもしれん。泣いても笑っても最後の白言、コンビニで焼く着地の道から見せてくれ。突破したら100万勝ちあり得る。負けたとしても40万勝ち、どっちからでも大勝ちだ。最後の一勝負、攻略戦突入。このくらいの絶望で俺が止まると思うなよ。 80% 突破率は 80%。 大丈夫だろ、さすがに 80%。 コンビニ着地の 80% 落とさない。大丈夫、300円スロットだぞ。1回転が900円、1枚300円だぞ。いつでも突破しろ、集中しろ。うっしゃ、やるか。やってこい。勝ちは勝ちだ。何枚あるかわからんが、大勝ちは大勝ち。やった。今日は自分を褒めようと思うわ。お疲れ様。また遊んでね。辛い過去もきっと吹き飛ばしていく。I just keep dreaming, 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 tired. 話を聞かせて。いや、お前らどうするこれ。重いよ、重いって。
77万円分、76万円分か。投資30万、つまり46万のプラス。あれやったったよ。換金やばすぎだろこれ。やばすぎ、やばすぎだろ。投資30万、回収76万、収支プラス46万。やったったぞ、やったった。本当に俺やったんだな。嘘みたいだわ。マジで完走したんだな、リゼロで。よかった、ありがとうな。次回ゼロから。正真正銘の戦いはここから始まる。行こう、奥歯強者になるぞ。4番に追加79番でループで帰ってくるぞ。チャンネル登録お願い。